どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるからおはようございますマイとの対話へようこそ今日は2018年7月22日日曜日です 今日も聞いてくださってありがとうございます、えー、今日のテーマは掃除をもっと楽しくする道具です、えー、私はですねもともと掃除がすっごい好きっていうわけでもないんですけど掃除道具が好きなんですね もともとなんかいろんな道具が好きですあのいろんななんかこだわりの道具っていうかものが好きなんですねで今日は私のこだわりの掃除道具をご紹介したいと思いますで、うん、と今日はですねちょっと3つあるんですけど掃除道具に関してちょっと3つちょっと挙げてみました1つは掃除機 で一つつははブラシ、もう一つはワックス、クリーナーワックスなんですけどまずですね1つ目の掃除機なんですけど、えー、私が使っている掃除機はあのドイツ製の、えっと、フォアベルクっていうメーカーの掃除機を使っています。でなんで私はこの掃除機を使っているかというともともと私あのダイソンが出た時に すっごいなんかあの欲しいなと思って、まあ、買ったんですよね割とまあ最初の頃に買ってですごい気に入ってたんですよであのすっごいこれ取れるなっていうかそれで、えー、今の家に引っ越してきてもそのままダイソーの掃除機を使っていました。で あ,のある時ちょっとまああの、まあ、ちょっとある方のご紹介でですねその今のフォアベルクの掃除機をあのちょっとあの家にですねあの営業の方が来てくれてだからデモンストレーションしてもらった時にあの自分がかけた掃除機をダイソンでしっかりかけた後にもう一回かけてもらったらすっごい取れたんですよね。それでですねすねっっごいい欲しいなあと思って 思ったんですけど結構その結構値段がまあまあ高かったんであのその時ちょっと変えずにですねでしばらくして買ったんですけどあのそれからですねあのこの掃除機の,あの面白いところはですねあの付属品がすごいんですよねであの今一番気に入ってる付属品があってそれは、えっと、掃除機をかけながら拭き掃除ができる。 濡れた雑巾で拭き掃除ができるっていうですねヘッドがあるんですけどこれがめっちゃ気に入っています。であのうちは1階がですねあの、まあ、フローリング部分が結構多いんですけどでキッチンのところはピー、まあ、タイルみたいなものになってるんですけどもあの特にあの台所の部分とあのそ台所のピータイルの部分とあとフローリング部分の。 あのよく通るところっていうのが結構やっぱり汚れてあつ、まあ、艶がなくなってくるんですけどそれをですねあの例えば料理教室が終わった後とかにこの,あの掃除機をかけながらあの拭き掃除をするっていうもので一気にかけるともうすっごいピカピカになるんですね。で前はあの これが出る前はですね。かけた後に拭き掃除してたんですけど、あのそれとは本当に全然あの違います。本当に楽でピッカピカになるんですっごい気持ちがいいですね。あとはあの今ね。お布団をかけられる。なんか掃除機みたいなとか出てますけど、これはですね。もともとそういうあの付属品があのあって、あの掃除機にヘッドを差し。替えて 掃除機のヘッドにホースをつないであのソファーとか布製のソファーとかあの椅子の座面とかあとベッドにかけられるものがついてるんですけどこれもすごく便利であのすごいよ,よくあの取れますね。であのこの掃除機あ,あとはですね私あの そのいろんな付属品全部持ってるんですけどあのうちタイル部分もあるんですけどねタイル部分にかけられるあのなんていうかなタイルをちょっと軽く磨けるようなものもあったりとかあとはですねあの、まあ、雑巾かけるあの拭き掃除をするっていうヘッドは濡れた雑巾をつけ取り付けるようになってるんですけどもそういうちょっと余裕がない時とかは空拭きができるヘッドとかもあって。 あのそれもですねすごいきれいになるので、まあ、時間ない時はそれでかけたりとかもしてますけどすごく好きですね。はいであのこれでですねあの、まあ、こんなんで掃除してるんですけどあとですねもう一個あ,あとね2番目のねとお気に入りがレデッカーのほこりブラシなんですけどこれはですね たまたまもうだいぶ前十何年か前になんか雑貨屋さんっていうかインテリアのお店みたいなところでなんかあ可かいいなと思って買ったんですけどこれがすっごく気に入っていて、えっと、3本ぐらい持ってるんですけどね。 ホコリブラシ2本と1回用2回用とあとパソコンブラシっていうのもあってでこのレデッカーっていうのもこれドイツのですねそう、えっと、ブラシ専用のメーカーカなんですよブラシだけを作っているメーカーでなんと900種類ぐらいの,あのブラシを作っているそうで。 あのまあちょっと揃えてあるお店に行くとすごい面白くって野菜を洗うためのブラシとか爪を洗うためのブラシとか、えー、あとね歯ブラシもあ,るあればですねこう隙間用の細いブラシとかもとにかくいろんな種類のブラシがあって楽しいんですね。でこの私何々だけ作ってるみたいなのとかがもうすっごい好きでさっきのファーベルコもあの電気 化製品メーカーカでであるもかかかわらず掃除機しかないんですねそれがだから掃除機だけこだわって作ってるそういうのが大好きでであのこのレデッカーのほこりブラシもまずねデザインがかわいいそれからあのもうその毛,毛がですねあのブラシの毛が毛足がすごい長いんですけどめちゃくちゃ柔らかいんですよ。 なんか馬の毛がなんかだと思うんですけどね。で、それであの、どうやって掃除してるかっていうと、あの。家具とかですね、拭き掃除しない方がいいものってたくさんあるんですよね。で、特にうちはなんかオーディオルームっていうかあって、そこの上の、そこのなんかラックとかスピーカーとかですね。あとはもちろん電化製品系のそのものですね。プレイヤーとかアンプとか、まあ、そういったものは。 あの、絶対水拭きはできないし,しない方がいいものなので、基本的にはホコリブラシでホコリを落とすのみっていうのをこまめにしていくと、あの全然汚れつかないんですよ。だから掃除の手順としてはそのホコリブラシであのほこりをささっと腹払ってから掃除機かけるみたいなことをしてるんですけど、これがすごい。あの掃除楽だし。 あの気持ちいいですしかもレデカーのほこりブラシはシャンプーとかで洗うんですよねなんかそういうのも好きでで一回洗ったらちょっとなんか獣の匂いがするんですけど <laughs> すっごい気に入ってますねそれ以上にこう私は毛足の柔らかいブラシに出会ったことがなくてあのもう使うたびには楽しいって思って掃除をしています。それから えっと最後にリボスのワックスなんですけどこれはですねさっきの掃除機をかける時も拭き掃除をする場合は必ずですねこのですねリボスのワックスっていうかクリーナーワックスっていうのがあってこれもねあのリボスの,あのドイツの製品なんですけどもともと私がですねあの自,分自分のところの床があのオイル仕上げにしててそこのオイル もうリボツだったりしてなんかあのまあそういったのでちょっと買ってみたんですけどねこれがすっごいよくって床拭く時にもすごい汚れも取れて自然なツヤが出るし濃ゆめにかけるとワックスっぽくかかったりとかもするしあとはですねうちがその料理教室用にちょっとカウンターみたいなのをねちょっとアイランド的に置いてるとこがあるんですけどそれがですねあのまあ、ちょっと あれなんですよね。うれウ,ウレタン加工してないやつなんですね。だからこれに必ずテーブルを拭くときにやったりしてる。テ,テーブルを拭くときにあのリボスを薄めたもので拭くと。 あのなんでかな汚れを落とすと同時に膜を張ってくれるんですけどあとはダイニングテーブルとかもやってますねダイニングテーブルもちょっと基本的に家具ってあんまり木の製品って水拭きってあんまりしない方がいいので水だけだと言えばどんどんん乾燥がしてくるんですよねだからあのこういった薄めたクリーナーワックスでやることでこう薄く膜を作ってあげるとすごく あの膜も剥がれにくくなるウレタン塗装がしてあるものであっても剥がれにくいしあの保護してくれるのですごく家具を木の家具とかを拭いたりする時も水拭きよりもこういったものがいいわけですね。はいで、まあ、こんな感じで私はですね自分で掃除道具にこだわることによってあの掃除をできるだけ楽しもうとしています。で だからといってものすごい掃除めっちゃしてるとか、掃除好きってわけじゃないけど、掃除道具大好き。で私、なんかいろんな道具こだわるのが好きです。まあ、今日はちょっと日曜日ということで軽めに話してみました。よかったら参考にされてみてください。今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、 いつもあなたのことを応援しています船越舞でしたまた明日お会いしましょう